うん。初めてですね、はい、猪木さんに会ったのって、はい、あのキャプテンが猪木さんがバーってやってるんだよ、はい、走ってくるよな、そうそう、お疲れですバルさんとか言うんだよね。皆さんこんにちは、木原親父のプロレス話そうぜをご視聴いただきありがとうございます。本日も素敵なゲストの方に いらっしゃっております。元 NWA インターナショナルジュニアヘビー級チャンピオン、第100代アジアタックチャンピオン、そして第119代アジアタックチャンピオン、涙のカリスマ、邪道サンダーファイヤー大仁田敦史、ファイヤーファイヤー、いやー長いな、紹介長いよ。いやいやいや、もうおいおいおいって感じです。いや本当大仁田さん、こんなところに来ていただいた、そして本日はもちろんこちらの方も来ています。レフリー和田恭平、恭平君、お前打ち合わせ悪すぎ。いや俺ねびっくりしたんだよ、はい、名古屋で恭平さんが出てくると恭、はい、平コールなんだよ、はい、あれがびっくりしたな。何守りってんだよ。いやいやいや、で大仁田さんはなんで全日本に入ろうと思ったんですか。いや新日本っていう頭なかったもん。あジャイアント馬場さんのところに、はい、蔵前国技館かな、はい、蔵前です、に、はい、うん、挨拶行って、はい、おーって言われて、うわでかいな。その時だって15ぐらいです。15と、もう16になるきっかけ、僕日本一周歩いてたんですよ。あ、日本一周、そうさん歩いてたって言いますよね、はい、日本一周歩いてて、はい、長崎の県庁前から神戸まで行って、はい、で家が焼けたって言うんで長崎帰って、はい、それで全日本プロレスに入れって言われて、はい、たまたま長崎のプロモーターが全日本プロレスのプロモーター、はい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 、それで馬場さんに会いに、じゃあそれでまた日本一周始めたんですか。いや違うよ、そんで、はい、そんで全日本プロレス入れって言われて、はい、お前うろうろしてたってしょうがないだろう、日本一周とか言って、はい、うん、日本一周じゃファイヤーってやってたんですか。いやその頃ファイヤーなかった。ああそう、ファイヤーなかった、はい、そう、それで入って、はい、もう大体ほら巡業行くじゃん、はい、旅に行くじゃん、はい、もうすぐその日に入ったの。え、そのままそのまま俺目白の合宿に佐藤明夫さんに連れて行かれて、はいはい、もう翌日あのカバン持ちやって、でもバス乗ってバスじゃん。あ、でもいきなり当時まだ電車さんの付き人になっちゃったの。電車時代ですか。電車時代ですか。そうそう、いやあの時だから目白からだから恵比寿まで練習ね、はいはい、恵比寿のボウリング場のところの下のボクシングジムかなんかで練習してた、みんな練習して、だ当時秋代ちゃんとかその佐藤さんとか、はい、若手がみんな目白から恵比寿まで で練習してたっていう、はい、大変だったんだ意外に、うん、だってもう本当長いもん、誰よりも長い、長いな、長いっちゃ長いよ、長い、本当に長いよ。恭平さんがワンツースリーやる前からもうやる前やる前も、うん、大仁田さん第1号だったんですよ。俺第1号、富津さんが先に入って一回やめたんだよ。大学卒業してからこう言ってた。そうそう、で富津さんは覚えてないですよね。全然覚えてない、影薄かったんだよ。そんなお前と言いますよ。毛も薄いけど影も薄かったんだよ。ああ、うん、今ツルツルてんですかね、富津さん頭。いや俺もツルツルてんだけどさ。いや京平さんまだここドリーになってるんですけど、富津さんもバンガニアみたいな。バンガニアの、まあ、バンガニアの方が面白いかもしれないけど、まあ、ちょっと外れてる外れてる。俺本当に馬場さんと何回もあのヒルトン、今はキャピタル、はいはいはい、あそこの折り紙何回も行ったの、はい、僕あの初めてですね、はい、猪木さんに会ったのって、はい、あのキャピタルなんです。ああ、そう、馬場さんとお茶飲んだ、はい、たまたま、はい、まあ、お茶って言ったってね、俺コーヒーじゃないですけど、はい、ミルク飲んだんですけど、はい、猪木さんがバーってやってくるんだよね。はい。インドバカだろ。走ってくるよな。そうそう。バーって走ってきて、はい、何するかと思ったら、お前ここで戦いが始まるのかなと思ったら、思ったら、お疲れっす、マルさんとか言うんだよね。で、俺が前言った通りだろ。はい、だから、はい、あの俺が嘘ついてるように思われるけど。本当そうなんだよな、走って入ってすぐぐらい走ってって小走りでバーッと
普通にのんびり歩いてたらそんなもんこんなやろうって食らわされちゃうけど、はい、小走りザーッと来たら一例だよな。そう、バオさんっつって。いやもうほんとすごいですよ。だってその当時トーストが煽るじゃん、はい、パパ出てこいとか、はいはいはい、猪木さんがウェー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 って言ってるの。そう、はい、俺ははっきり言ってもうさビビったわ。ボディーガードしてないけどね。いきなり、いきなりキャピタルでヒルトンで始まるんじゃないか。どうすればいいんだってなりますよね。助けなきゃいけないって。いやだけどガキにいながらあの折り紙でお子さんたちがハンバーガーとかこう売ってるわけよ、はい、これいくらすんのかなと思って。今ね4000円。4000円、うん、あ当時はね、はい、2500円とか。いやだってその頃の2500円で、うん、大変だよ、うん、メロンジュースって5000円でしょ。メロンジュースがね5000円までしないけどね、でも当時3600円とかな4000円近いとか。ジュースいっぱいする、うん、そんなすんだ。それをターザン山本が平気な顔してメロンジュースだって言うんだよな。俺ぶん殴ってやろうかと思ったいや馬場さんがお前もな、お前も好きなのも飲めって言うよな、うん、だから俺も頼んだって別に構わないんだけど、値段見たらちょっとな、頼めないよな。本当に頼めないよ。いやもうすごいと思ったもん。いやでも新人の時にそうやってデビューするかしないかの時にそうやってキャップヒルトンで食事して、そこに猪木さん来ちゃったらすごい、いきなりすごい経験するんで。いきなりすごいよ。だって食べろって言われるんだよ。はいはい、食べろって言われる。好きなもん食えって言われます。いや好きなもんだけどやっぱりさ、そんな遠慮します。高いの食べられないじゃん、はい、だから馬場さんが頼んでくれたらビーフストロガノフ。初めてビーフストロガノフ、はい、こんなうまいのあんのかなカレーかなと思った最初。あーそうですね、お前カレーだって3500円だよ。違う、それでそれでさ、京山さ、あのフチがこう試合終わって降りてきたね、はい、昼間の試合だったから、はい、夕方降りてきた、はい、で、おーい、フチも連れてこいって言われて、はい、それで札幌で寿司屋行った、はい、行きつけの寿司屋。ああ、知ってる、知ってる。そうそうそう、サンフラワーのちょっと初前ぐらいに寿司屋があって、はい、馬場さんが行くと馬場さん用に、うん、あの馬場さんが今日来るぞって言ったら、うん、あの親父がいろいろやってくれるんですか。あの親父が気遣って貸し行って一番いいものを、はいはいはい、はい、買いに行って行って、ここはいいもん置いてるなって馬場さんがこう、はい、なんていうの、びっくり、馬場さんが褒めるんだけど、はい、普段はそんないいもん置いてねえんだよ馬場さん用に仕入れてくるんですか。いやだけどびっくりしたのがバーって16個じゃないけど、はい、バーッと並ぶんだよね、はい、トロがずらーっと並ぶんだよ、はい、それだからそれを大仁がさ、あの仮に「お食え」っつって取ろうと思うならさ、簡単に向こうで親父がさ「それは違うよ、馬場様だよ」って「おお怖え親父なんだよ」そう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 、それをさ、で馬場さんってそうなんだよ、いつも「おい食え、好きなもん食え」って言われるんだよ。俺は分かってるから、付き人だから、はいはい、分かってるから、もうやちょっと安いやつ、ワンランク、ツーランク、安いやつ、いやな、安いの食べて、うん、でもそこでちょっとフチ君みたく気使わないでウニとか言うと、そうそう、ウニいくらなんだよそう、だから新人のそこは、だから俺新人のくせに、そこがね、だからそこが本当にすごいね、はい、付き人たるね、あのすごい、俺はやっぱり大したもんだなって思うんだけど、フチ君は気にしないで、馬場さんが頼むも同じもの頼むから。俺も同じな。だから後で裏で、あのやろそう、そう、馬場さんが一言言ったもん、はい、おい、もう口連れてくんなって連れてくんなって連れてくんなってびっくりしたな。だって馬場さん呼んだんじゃないかと思って、ね、いや、そこまでね、分かってなかったんで、社長もな。で、そこでさ、裏でさ、あのプログラマーの親父の田中のおっちゃんがさ、降りたって、お前馬場さんと同じでも食うなって怒るんだよな。そう、でも、フチさんは関係なくて、フチさんは、フチさんは、何なの、何なの、いいじゃないか、ね、いいじゃないまあまあ、俺がや、じゃあやると、じゃあ例えば大仁田さんのじゃあ全日本時代のライバルとかさ、名勝負って言ったら、やっぱりライバルってやっぱゲレロ兄弟しかいないですよね。確かに、いや、ジュニアのチャンピオンになった時はね、はい、だけど前座だと、いろいろいたよ。前座だと、すごかったですね。伊藤正夫さん、桜田さん、福地さん、相馬さん、いろんな人がいたよ。俺、その中でも正夫さん好きだったよ。
伊藤正雄さん。わかりますね。すげえ強くて。アメリカ行っちゃって帰って。俺はメールバーン投げられるんだよ。俺あれが好きでさ、もう持ち上げてさ、ヘッドロックガッてやったらさ、はい、ヘッドロックガッて組んだらさ、そのままガッて持って後ろに投げるんじゃなくて、はい、そのままコーナーに向かって投げるんだよ。はいはいはい、だその距離であるものすごいんだよ。俺すごいバカ力、そこくぐりたいもん。ま、そのぐらい高く飛んでたよ。そう、高く飛んでる。伊藤さん生きてんのかな。アメリカ行って帰って、アメリカ行って帰ってこなかった。帰ってこなかった。帰ってこなかった。うん。なんかコックさんになっちゃったみたいな。あ、そうなんですか。板前になっちゃったみたいな。向こうでアルバイトやってるのが性にあって、はい、それで板前になっちゃったみたいな。なんか、あ、試合しながら。まあ、元々あの、はいはい、ちゃんことか作ってたり上手だったのは確かだから、だからアメリカ行って上手そうな感じしますもん、ね、あの試合があんまりいなくて、そのままアルバイトやってたそのに方にはまっちゃったんじゃないかな。だからそれっきり日本には帰ってきてないんじゃないかな。いや伊藤さん俺は好きだったよ。ああ伊藤さん好きだったんですね。あの人いじめたりとかしないもん、うん、ないもんね。伊藤さんはもう人もいい、すごい優しい人、その代わり怪力の持ち主で、うんうん、そういう面ではね、選ぶらないし、伊藤さんは好きなんですよね。よくやってて、俺がレフリーやってて、俺あんまりこう馬場さん聞いてたら好かれなかったですよ。それはまあしょうがないことなんだよな。もう馬場さんについてるっていうだけで作られたら嫌だし、うん、またいじめても作られるし、だからそういう面では、うん、馬場さんといるとちょっと損する部分があったんだよな、ね、チャンピオンカーニバル優勝決定戦が行われる 5.7 大田区総合体育館大会の特別参戦選手および対戦カードはこちら。新日本プロレスロスインゴベルナブレスデハポン内藤哲也ルシー、三冠ヘビー級王者永田裕二、ヤングライオン再び中島優斗、大岩良平、藤田康生、オスカー・ルイベ、ストロングスタイル鈴木実、チャンピオンカーニバル2023優勝決定戦、 A ブロック1位 VS B ブロック1位芦野翔太郎。世界ジュニアヘビー級選手権試合、王者土井成樹 VS 挑戦者田村壇、ジュニアスペシャル6人タッグマッチ、青柳敦樹、ライジング隼人、エロリンダマン VS 石田海人、鈴木小太郎、ゆうたに、スペシャル6人タッグマッチ、うなぎさやか、さき、吉達 VS佐藤光、米山香織、優。世界タッグ選手権試合前哨戦、金剛 VS ドゥードゥーマーダーズ、剣王弘樹、大原はじめ VS 諏訪間、斉藤潤、斉藤玲。世界タッグ選手権試合前哨戦、曽山学 VS 河野。プロレスリングのは 5.21 神戸大会世界タッグ選手権試合、王者組金剛、剣王曽山学 VS 挑戦者組ブードゥーマーダーズ諏訪間、河野。プロレスリングの輪にて強行される世界タッグ選手権試合にどうぞご注目ください。さらにあの男が帰ってくる。こんにちは、太陽ケアです。今度6月15と6月17日日本に行きます。コルクンホール and オートク、 I will be there for you, all my friends in Japan. I can't wait to see you in Japan in June. Booyah! 6.15 後楽園、6.17 大田区、太陽ケア参戦決定。明るく楽しく激しく
そして新しい全日本プロレスにどうぞご期待ください。